レッスン1創造性を解き放つアンナさん、こんにちは。創造性が足りないのではないかと心配したことはありますかこんにちは、ジョン。絶対に。それは共通の関心事ですが、誰もが独自の創造力を持っています。そうだよ、アンナ氏には、創造性を引き出すために、 様々な方法を模索する必要があることもありますまさに「ジョン」新しい趣味や活動に挑戦することはインスピレーションを刺激し私たちの創造的な側面を発見するのに役立ちます自然の中を散歩したりアートギャラリーを訪れたりすると想像力が刺激されることが分かりました素晴らしい「ジョン」 さまざまな形の芸術や自然に触れることで、創造性が確実に高まります。本を読んだり音楽を聞いたりするのも好きです。彼らは私をさまざまな世界に連れて行き、新しいアイデアを刺激します。素晴らしい、ジョン。文学と音楽には私たちの創造力を刺激し、創造性を刺激する力があります。 他の人とブレインストーミングをすることは、新鮮なアイデアを生み出す素晴らしい方法でもあると聞きました。はい、ジョン。他の人とコラボレーションすることで、さまざまな視点を活用し、創造性を広げることができます。間違いを受け入れ、リスクを恐れないでクリエイティビティを追求することが大切だと思います。絶対に、ジョン。 間違いを犯すことは学習プロセスの一部であり革新的なブレイクスルーにつながる可能性があります日記やスケッチブックをつけることは自分の考えを捉え創造性を発揮するのに役立ちます素晴らしいアイディアだねジョン定期的に書いたり絵を描いたりすることはセラピー的で表現力豊かな手段になり得ますまた。 クリエイティブなことに専念する時間を確保することが大きな違いを生むことにも気づきました。はい、ジョン。スケジュールに時間を割くことは、私たちが創造性を大切にし、その発展を優先していることを示しています。創造性には様々な形があり、万能のアプローチはないことを覚えておくことが重要です。 絶対に、ジョン。一人一人が独自の創造的表現を持っているのでそれを受け入れることは不可欠ですこれらの洞察を共有してくれてありがとうアンナ創造性は誰にでも手の届くところにあると知って心強いですどういたしましてジョンを互いに創造力を探求し育むよう励ましましょう 間違いない、アナ、クリエイティブな旅を楽しみ自己表現の喜びを祝いましょう力を合わせれば創造性を発揮し他の人にも同じことをするよう促すことができますそれが魂だよあんな熱意と心を開いてこのクリエイティブな冒険に乗り出しましょう。 レッスンに成果を祝うアンナさん、こんにちは素晴らしいニュースがあると聞きましたおめでとう、それは素晴らしいこんにちは、ジョン、どうもありがとう本当にワクワクしています想像できるよ、アナ 何か重要なことを成し遂げたことはいつも祝福の種だ絶対にジョン私たちの業績を認め感謝することは重要ですではこの節目を祝うために何かを手伝いできることはありますかさて親しい友人たちとちょっとした集まりをしようと思っていました。 参加しませんかもちろんあなあなたとあなたの友達と一緒にお祝いできて光栄です素晴らしいジョンあなたの存在はその機会をさらに特別なものにするでしょう祝賀会に持ってきてほしいものまたは寄付してほしいものはありますかうん。 軽食や飲み物を持ってきてもいいかもそれは本当に助かります終わったと考えてごらんアンナみんなにおいしいスナックと爽やかな飲み物を持ってきますよ完璧だジョンお世話になってくれてありがとう嬉しいよ。 アンナこのお祝いを思い出深いものにするために貢献できて嬉しいです「ジョンあなたのサポートに感謝します」それは私にとって大きな意味があります「いつでもいいよアンナ」特別な瞬間にお互いを支え合うのが友達の仕事です絶対にジョン 友達はお互いの喜びを高め分かち合うためにそこにいますではお祝いのために他に何か手伝いたいことはありますか準備は万端だと思うよジョン喜んで助けてくれれば十分だ聞いてよかったアナ、あなたの功績を祝い素晴らしい時間を過ごすのが待ちきれません。 同じように、ジョン。忘れられない夜になりそうだね。君がいてくれて感謝しているよ。招待してくれてありがとうアンナ。このお祝いを忘れられないものにしよう。間違いない、ジョン。一緒に成功への乾杯をして美しい思い出を作りましょう。 それが魂だよアンナ皆さんの功績をた,たえ、これからもっと多くのことを成し遂げましょう。レッスン3冒険の旅こんにちはアンナ。私はとても興奮しています。この目的地に行くのは初めてです。こんにちは、ジョン。すごいですね。 新しい場所を探検するのはいつも冒険です。絶対に、アンナ、文化に浸り、何か新しいことを体験するのが待ちきれません。必要な書類や旅行の必需品はすべて準備できましたかはい、アンナ、パスポート、チケット、詳細な旅程を用意しました。 素晴らしい、ジョン。スムーズな旅ができるよう準備を整えておくことが大切ですまた荷造りするもののチェックリストも作ったので重要なことは忘れません素晴らしいジョン効率的に梱包しておけば余分な手荷物なしで必要なものがすべて揃います敬意を払い。 文化的な誤解を避けるために、現地の習慣や伝統についてリサーチしてきました。それは賞賛に値するよジョン文化に敏感であることは、旅行体験を向上させ、ポジティブな交流を促進します。また、快適な滞在場所を確保するために、事前に宿泊施設を予約しています。 賢明な決断だ、ジョン事前に計画を立てておけば、土壇場での面倒な作業から解放され、快適な滞在が保証されます。また、郷土料理を試したり、その地域の味を楽しんだりするのも楽しみです。それは最高の部分の一つだジョン地元の食べ物を探検することは、味覚と魂の両方にとってごちそうです。 美しい風景と思い出に残る瞬間を捉えるためにカメラを用意しました素晴らしいジョン写真は旅の忘れられないお土産になり体験を分かち合うことができます滞在時間を最大限に活用するために必見のアトラクションとランドマークのリストを作成しました。 素晴らしいよ、ジョン・観光の優先順位を決め探索を最大限に活用するのに役立ちます。また、現地の言語でいくつかの基本的なフレーズを学ぶための語学アプリもダウンロードしましまた。それは賢い行動だジョンいくつかのフレーズを覚えることは敬意を示しより効果的に行動する助けになります。 私は自発的な冒険をしたり人里離れた場所に隠された宝石を発見したりすることに心を開いていますそれが精神だよジョン自発性を受け入れることで予期せぬ出会いや忘れられない経験が可能になりますまた家族や友人に私の旅行計画を伝えワクワク感を分かち合いました 愛する人に知らせておくことは重要だジョンワクワクした気持ちを分かち合うことで旅の喜びが増します私はこの冒険に乗り出し一生続く思い出を作る準備ができていますすべての瞬間を抱きしめてジョン初めての経験は驚きと発見に満ちたものになるでしょうありがとうアナ。 皆さんのご支援と励ましに感謝します。私の話を必ず皆さんと共有します。そのことを全部聞くのを楽しみにしているよ、ジョン。安全な旅をして一生に一度の時間を過ごしてください。ありがとう、アナ。この素晴らしい旅を最大限に生かすつもりです。 レッスン4ランニングコミュニティを探るアンナさんこんにちはランニングを始めることを考えています経験豊富なランナーにおすすめを聞いた方がいいかもしれませんこんにちはジョンそれは素晴らしいアイデアです ベテランのランナーからアドバイスを受けることは私たちが正しいスタートを切るのに役立ちます地元のランニングクラブでグループランを組んでいると聞きました彼らに加わることもできます絶対にジョングループで走ることでモチベーションが高まりコミュニティ意識が高まりますまたランナーの友達に連絡して お気に入りのルートやヒントを聞くこともできます。いい点だジョン・ユージンからの個人的な推薦は、隠れた名所や風光明媚なトレイルに私たちを導いてくれます。ランニングシューズをオンラインで調べてきましたが、試着して専門家のアドバイスをもらうと助かります。そうだね、ジョン。 ランニング専門店に行けば、自分のニーズに合った靴を見つけることができます。地元のランニングイベントも調べてみるべきです。レースに参加することは、自分自身に挑戦する素晴らしい方法です。間違いない、ジョン。レースは目指すべき目標であり、他のランナーとつながる機会でもあります。 ランナーの中には、ウェアラブルデバイスを使って進行状況を追跡している人がいると聞きました。それも調べてみるべきです。いい考えだね。ジョン追跡デバイスはパフォーマンスを監視し、達成可能な目標を設定するのに役立ちます。また、私たちの地域で利用可能なランニングワークショップやトレーニングプログラムがあるかどうかも確認できました。 素晴らしい提案です。ジョン。ワークショップに参加したり、トレーニングプログラムに参加したりすることで、ランニングのテクニックや知識を高めることができます。怪我を防ぐために適切なウォームアップやストレッチの練習を学ぶことは有益だと思います。絶対に。ジョン。 ウォーミングアップとストレッチのルーチンを優先することで怪我のない状態を保ちパフォーマンスを向上させることができますまた最適なパフォーマンスを得るには栄養と水分補給の重要性も考慮する必要がありますそうだねじょに適切な燃料を補給することはランニングの努力と健康全般の維持につながります。 様々なランニングルートを探索しこの町の新しい場所を発見できることにワクワクしています私もジョンランニングをすることで周囲の美しさを理解しアクティブでいることができます経験豊富なランナーに連絡を取り彼らの洞察と推奨事項を集める計画を立てましょう。 計画みたいだね。ジョン私たちはこのランニングジャーニーに乗り出すにあたり彼らの専門知識はかけがえのないものになるでしょうアンナみたいなランニング仲間がいてくれて感謝してるその過程でお互いを支え合いモチベーションを高めていきます同じように「ジョン」一緒にランニングを楽しくてやりがいのある生活の一部にしましょう。 靴を紐で締めて歩道に出よう。アンナ、このランニングアドベンチャーが私たちをどこに連れて行くのか楽しみです。レッスン後、自己改善戦略アンナさん、こんにちは。自分を向上させる方法を考えています。それらはあなたが私にくれた素晴らしい提案です。ジョンさん、こんにちは。 お役に立てて嬉しいです自己改善は私たち全員が始めることができる旅です具体的な目標を設定することから始めるといいと思いますそれは私に向かって取り組むべき何かを与えてくれます絶対にジョン明確な目標を設定することで集中力とモチベーションを維持できますまた。 時間管理のスキルも向上させたいです。それについてのヒントはタスクに優先順位をつけ、スケジュールを作成すると、時間を効果的に管理できます。ジョン。それは素晴らしいアイディアだ。やることリストを作って、それぞれのタスクに時間を割り当てます。 もう一つの戦略は、木を散らすものを最小限に抑えることです集中して作業できる、静かで専用のスペースを見つけましょう私も同感です通知をオフにするなどの木を散らすものをなくすと、生産性が大幅に向上します休憩をとって充電することも重要です 休息とセルフケアの実践は全体的な健康に貢献します燃え尽き症候群にならないように必ず定期的に休憩をとるようにしますさらに継続的な学習は個人の成長に役立ちます新しい趣味を始めるかオンラインコースに登録することを検討してください 何か新しいことを学ぶのはエキサイティングですね。いろんな選択肢を模索して、興味のあるものを見つけようと思います。自己改善のもう一つの側面は、優れたコミュニケーションスキルの開発です。積極的な傾聴と効果的な表現が不可欠です。それは本当です。注意深く耳を傾け、自分の考えをはっきりと伝えるように努力します。 定期的な運動や適切な栄養摂取などの健康的な習慣を身につけることも、自己改善に貢献できます。身体活動を取り入れ、健康を増進するために健康的な食事を選びます。ジョン、途中で自分の功績を祝うことを忘れないでください。進歩を認めることはモチベーションにとって重要です。 絶対に、アンナ、時間をかけて自分のマイルストーンに感謝し、その努力に対する自分へのご褒美をあげます。最後に、前向きで協力的な人々に囲まれてください。彼らはあなたの自己改善の旅を刺激し、励ますことができます。アンナの協力的な友人として君に出会えて幸運だあなたの励ましは私にとって大きな意味があります。 同じように、ジョン、私たちはこれからも互いに支え合い自己改善に努めていきますありがとうあなあなたの指導とこれらの戦略は私が最高の自分になるのに役立ちますどういたしましてジョン熱意と決意をもってこの自己改善の旅を切り開いてください。 そうするよアンナこれからのポジティブな変化にワクワクしていますレッスン6ソロトラベルアドベンチャーアンナさんこんにちは一人旅を計画していますが少し緊張していますこんにちはジョン心配しないでください 一人旅は本当に開放的でやりがいのあるものです安全が心配です一人旅で安全に過ごすコツはありますかジョン、目的地を調べ、周囲に注意することは非常に重要ですそれは理にかなっています現地の監修や潜在的な安全上の懸念についての情報を集めます また、旅程を信頼できる人と共有し、旅行中も連絡を取り合うことをおすすめします。愛する人に私の計画について必ず知らせて、定期的に確認するつもりです。一人旅は自己発見の機会を提供します。自由に探索し、自分で決断することができます。 ワクワクしそうですね。新しい場所を発見し、異文化を体験するのを楽しみにしています。また、自分のコンフォートゾーンから出て、新しい体験を受け入れるチャンスでもあります。私も同感です。郷土料理を試したり、地元の人々と交流したりすることは、私の旅行体験をより充実させるでしょう。 旅を記録するのを忘れないで、ジョン。写真や日記を通して思い出を書き留めましょう。旅のハイライトを必ず捉え、心に残る思い出を作りましょう。一人旅は、自立心や問題解決のスキルを身につけることもできます。あなたはより自立し、順応するようになるでしょう。 それは一人旅の貴重な一面です課題を乗り越え、自分の能力に頼る方法を学びます旅の途中で他の旅行者に会う機会をぜひご利用ください志を同じくする人々とつながることで旅を豊かにすることができます旅行中に新しい友達を作るのは素晴らしいですね 有意義なつながりを築くことに心を開いていきますソロアドベンチャーでは時間をかけて内省することを忘れないでくださいそれは変革をもたらす経験になるかもしれません必ず孤独の瞬間を見つけ自分の経験や個人の成長を振り返ります 一人旅では、独自の旅程を作成し、本当に興味のあるアクティビティに優先順位をつけることができます。それは大きな利点です。妥協することなく、自分の興味を自由に探求できます。未知の世界を受け入れ、予期せぬ冒険に心を開いてください、ジョン。 最高の体験の中には、自発的に起こるものもあります。私は心を開いて、やってくるチャンスをつかむつもりです。忘れられない冒険の準備はできています。一人旅は、自己発見とエンパワーメントの旅です。自信と熱意を持って、それを受け入れましょう。ありがとう、アナ。 あなたの洞察と励ましは私の懸念を和らげましたこの一人旅の冒険に乗り出すことにワクワクしていますこんにちはアンナ私はフィットネスルーチンを確立しようとしています始めるにあたって何かアドバイスはありますかジョンさんこんにちは。 ゆっくり始めて、シを通して徐々に強度を上げるのが良いアプローチです。それで、軽いエクササイズから始めて、それからもっと難しいエクササイズに進むべきですかはい、その通りです。体の声に耳を傾け、無理をしないことが大切です。わかった。これらのエクササイズをルーチンに取り入れて、 徐々に難易度を上げていきます有酸素運動筋力トレーニング柔軟性エクササイズを組み合わせることでバランスの取れたワークアウトが可能になりますさまざまな筋肉群をターゲットにして全体的なフィットネスを向上させるためにさまざまなエクササイズを必ず含めます。 怪我を防ぐために、各トレーニングセッションの前にウォームアップし、その後クールダウンすることを忘れないでください。ウォームアップとクールダウンのエクササイズは不可欠です。ストレッチと軽い有酸素運動をルーチンに取り入れます。特定の目標を設定することで、モチベーションと集中力を維持できます。これにより、取り組むべきことが得られます。 私も同感です。繰り返し回数を増やしたり、持久力を向上させるなど、達成可能な目標を設定します。一貫性が重要です。ワークアウトの定期的なスケジュールを立て、それを守るようにしてください。一貫性を保つために、ウィークリープランを作成し、ワークアウトに特定の時間枠を割り当てます。 体の声に耳を傾けることを忘れないでください。休息日は筋肉の回復や燃え尽き症候群の予防に重要です。休息は非常に重要です。体が回復できるように、必ず休みの日をスケジュールに含めます。モチベーションと説明責任を高めるために、ワークアウト仲間を見つけたり、フィットネスクラスに参加したりすることも役立ちます。 パートナーと一緒に仕事をするのは素晴らしいアイデアのように思えます。ワークアウト仲間を探したり、クラスに参加したりするためのオプションを探します。ワークアウト中は水分を補給し、最適なパフォーマンスを得るために、栄養価の高い食品で体に栄養を与えることを忘れないでください。水分補給と適切な栄養補給が重要です。十分な水を飲み、バランスの取れた食事を取るようにします。 最後に「自分に厳しすぎないでください」「進歩を祝いより健康的なライフスタイルへの旅を楽しんでください」「いい思い出だよあんな完璧ではなく進歩を重視しその過程で達成したことを祝います」 それじょんけんン、んて的に取り組めばフィットネスと全体的な健康状態にポジティブな変化が見られるでしょうありがとうアナ。あなたの指導とこれらのフィットネスのヒントは私のフィットネスルーチンを始める動機を与えてくれましたレッスン8文化交流こんにちはアンナさん。 はじめまして。あなたはどこの出身ですかこんにちは。ジョン、私はドイツ出身です。あなたはどう私はアメリカ出身です。違う国の人に会えて嬉しいです。私も同感です。異文化について学ぶのはいつも魅力的だ。 あなたの国について教えてください米国は世界中から人々が集まる多様な国です文化のるつぼとして知られているそれは面白いアメリカで人気のランドマークや観光名所を教えてくださいさて ニューヨークの自由の女神やアリゾナのグランドキャニオンなどの象徴的なランドマークがあります自由の女神像は印象的な光景に違いありません写真を見たことがありますがいつか訪れてみたいです一見の価値ありですドイツは豊かな歴史と美しい建築で知られていますよね はい、ドイツには長い歴史があり見事な城や史跡がたくさんあります私はいつもドイツ料理に興味をそそられてきましたおすすめの伝統料理はありますか絶対に ドイツといえばブラートブルストのようなソーセージやパン粉をまぶしたミートカツレツであるシュニッツェルが有名ですおいしそうだねドイツに行ったときには必ず食べてみます食べ物といえば食べてみるべき人気のアメリカ料理は何ですか 見逃せないクラシックなアメリカ料理です。私はそれらについて聞いたことがあります。彼らは世界中でかなり人気がある。メモを取って試してみます。ドイツはビールでも知られています。あなたの国にはビールの文化がありますか絶対に。 ドイツはオクトーバーフェストのようなビアフェスティバルで有名です。オクトーバーフェストでは、人々が集まって様々な種類のビールを祝い、楽しむことができます。それはとても楽しそうですね。ドイツを訪れるときは必ずそのことを心に留めておきます。それを聞いて嬉しいよ。興味があるんですが、アメリカでは何語を話しますか アメリカでは英語が第一言語ですが、スペイン語や他の言語を話す人もたくさんいます。それはドイツに似ています。ドイツ語が主要言語だが、英語も話せる人が多い。英語でコミュニケーションできるのは素晴らしいことです。語学学習は文化交流の機会をたくさん広げてくれます。 これ以上は同意でできませんでした。異なる文化や言語について学ぶことは視野を広げ世界中の人々とつながるのに役立ちます絶対に話せて楽しかったよアンナドイツについて多くのことを学びましたレッスン9ワーークロードに関する懸念アンナさん こんにちは。最近少し圧倒されています。仕事量が増えるのが心配です。こんにちはジョン。私は完全に理解しています。仕事量が重くなると大変なことになりかねません。特に懸念していることはありますかさて、締め切りが迫っていて、すべてを時間通りに終えることができるかどうかはわかりません。 共感できます。締め切りはストレスになりがちです。懸念事項について上司と話し合ったことはありますかまだですが、彼らと話し合ってみるのもいいかもしれません。時間を効果的に管理したいです。それは賢明なアプローチです。 効果的な時間管理は、プレッシャーをいくらか軽減するのに役立ちます。何か考えている戦略はありますかタスクに優先順位をつけ、それらをより小さく管理しやすいステップに分割することを考えています。そうすれば、作業負荷が管理しやすくなるかもしれません。それは素晴らしい戦略です。タスクを小さなステップに分割することで圧倒されにくくなります。 整理しておくことも重要ですはい、整理整頓が重要ですタスク管理アプリや To-Do リストを使ってすべてを把握することを検討していますそれはいい考えだテクノロジーはタスクや期日を把握するのに役立つツールになり得ますまた、コラボレーションにも役立ちます コラボレーションは確かに重要です。時にはチームとして作業することで作業負荷が軽減され新鮮な視点が得られることがあります。絶対に可能であれば遠慮なく同僚にサポートを求めたりタスクを委任したりしてくださいそれを心に留めておくよ覚えておくべき重要なことは助けを求めるからといって。 私たちが無能だということではなく、私たちが基地に飛んでいるということだということです。ジョン、それは素晴らしい考え方です。私たちはみんな、時には支援を必要としています。助けを求めることは弱さではなく強さの表えですありがとうあな。あなたの言葉は励みになります。これらの課題に直面しているのは私だけではないことを知っておくのは良いことです。 どういたしまして「ジョンみんな一緒にやってるんだ圧倒されるのは自然なことですが自分のことも忘れないでくださいねそうだね特に忙しいときはセルフケアが不可欠ですリラックスして充電できる時間を必ず作りますそれは素晴らしいです 休憩をとったり好きなアクティビティに参加したりすることは健康的なワーク・ライフ・バランスを維持するのに役立ちます絶対に仕事と私生活のバランスをとることは全体的な幸福と生産性にとって非常に重要です思い出させてくれてありがとうどういたしましてジョン覚えておけ一歩ずつ物事を進めていいんだ。 君はこの困難な時期を乗り切るだろう。アンナ、あなたのサポートに感謝します。話し相手やアドバイスをしてくれる人がいると心強いです。ここに来られて嬉しいよ。ジョン私たちはチームであり、仕事に関連するどんな課題でもお互いに支え合うことができます。ありがとう、アンナ。 あなたの言葉はとても意味があります。ポジティブであり続けて、この仕事に一緒に取り組みましょう。レッスン1部屋の割り当てアンナさん、こんにちは。どの部屋に泊まっているか知っていますかこんにちは、ジョン。はい、私は205号室に滞在しています。あなたはどう ああ、それは素晴らしい私は207号室にいますちょうど廊下を降りたところですそれは便利です私たちは実質的に隣人だもう部屋に落ち着きましたかはい荷物を開い梱して整理しましたすべてが揃っているのは気持ちがいいです いい感じだね。まだにほどきをしている最中です。すべてがうまくいくまでには少し時間がかかる。時間をかけてください。部屋を快適に、まるで家にいるかのように感じさせることが重要です。絶対に。リラックスして充電できる、居心地の良い居心地の良い空間を作りたいです。 それは素晴らしい考え方です。長い一日のアクティビティの後は、穏やかなリトリートをすることが重要です。アクティビティといえば、カンファレンスのスケジュールを確認しましたかはい、持っています。興味深いワークショップやプレゼンテーションがいくつか並んでいます。参加するのを楽しみにしています。 こっちも同じ。明日の基調講演には特にワクワクするよ。彼らは感動的な講演で知られています。それは興味をそそられるね。見逃さないように、必ずカレンダーに記入しておきます。いいアイディアだ。スケジュールを手元に用意しておくと、整理された状態を保ち、会議を最大限に活用できます。 絶対にネットワーキングセッションがあることにも気づきました他の専門家とつながる絶好の機会です私も同感ですネットワークはどの業界でも重要ですこれにより新しいつながりを作り他の人の経験から学ぶことができます間違いなく同じような興味を持つ人々と出会い アイデアや洞察を交換したいと思っていますそれは素晴らしい目標ですコラボレーションしたり他の人から学んだりすることで視野が広がり新しいアイデアが生まれますこれ以上は同意できませんでしたこのような会議は職業上の成長と能力開発にとって貴重なものです彼らは確かにそうです 私たちの分野に情熱を傾ける志を同じくする人々に囲まれているのはワクワクします。学び、有意義なつながりを育むのに最適な環境です。その一員になれたことに感謝しています。レッスン11楽しいクラス演習アンナさん、こんにちは。フィットネスクラスを受講していると聞きました。 それは素晴らしい。クラスではどんなエクササイズをしますかこんにちは。ジョン・ハ、は、イ、い・エネルギッシュな有酸素運動クラスです。ジャンピングジャック、ハイニー、バーピーなど、さまざまなエクササイズを行っています。うわぁ、強烈ですね。難しいと思いますか やりがいのあることもありますが、とても楽しいことでもあります。インストラクターは私たちをやる気にさせてくれますし、音楽も明るいです。それは素晴らしい組み合わせのようですね。音楽はワークアウト体験を本当に充実させてくれます。絶対にエネルギーを高く保つのに役立ち、エクササイズをより楽しくします。 私も同感です。楽しんでいるともう運動のようには感じませんまさにアクティブな状態を保ち心臓を刺激するのに最適な方法です特に効果的で楽しいと感じるエクササイズはありますか クラスのサーキットトレーニングの部分は本当に楽しいです私たちはさまざまな筋肉群を対象にさまざまなエクササイズステーションをローテーションしていきます。それはバランスの取れたトレーニングのように思えます全体的なフィットネスを高めるには体のさまざまな部位に働きかけることが重要です間違いなく筋力持久力 柔軟性の向上に役立ちますフィットネスクラスが初めてで試してみたい人に何かアドバイスはありますか承知しましたあなたのフィットネスレベルに合ったクラスから始めましょう恐れずに必要に応じてエクササイズを変更し身体の声に耳を傾けてくださいそれは良いアドバイスです 自分の体の限界に耳を傾け自分のペースで進歩していくことが大切です絶対にまた怪我をしないようにクラスの前に水分補給とウォームアップを忘れないようにしてください水分補給とウォームアップが重要ですどんな身体活動においても常に安全を最優先すべきです間違いなく 強く押しすぎて怪我をするよりも、ゆっくりと徐々に積み上げる方が良いです。私は完全に同意します。フィットネスに関しては、一貫性も重要です。自分が楽しめるアクティビティを見つけることがその助けになります。はい、エクササイズを楽しむと、モチベーションを保ち、ルーチンの一部にするのが簡単になります。 それは本当です。それは雑用というよりはむしろ習慣になるまさに興味があれば次のクラスに招待するよワークアウト仲間といるといつももっと楽しくなります招待してくれてありがとうアンナ絶対に検討しますワークアウト仲間がいるとモチベーションが高まります どういたしましてジョン準備ができたら知らせてくれその過程で私たちはお互いに支え合い励まし合うことができますいいですねアンナフィットネスの取り組みに協力的なコミュニティがあるのは素晴らしいことです絶対にジョンこれからも活動を続け楽しみ健康を優先しましょう。 アンナ、これ以上同意できない。健康的でアクティブなライフスタイルを。レッスン12音楽の力アンナさん、こんにちは。最近、仕事をしながら音楽を聴き始めました。とても印象的でした。元気が出るのにも役立ちますかこんにちは、ジョン。 絶対に音楽は私の気分を高揚させ活力を与えてくれます音楽が私たちの感情にどう影響するかは信じられないほどです私も同感です特定の曲には私たちをやる気にさせインスピレーションを与える力があります特にそういったプッシュが必要な時には間違いなく 自分がやっていることに集中して取り組むのを助けてくれる音楽的な後押しのようなものです。それは嬉しいですね。その活力を与えるために、普段どんなジャンルやアーティストを聞いていますか私は明るいポップミュージックとダンスミュージックを楽しんでいます。 キャッチーなリズムと生き生きとしたメロディーに本当にゾーンの中にしまま理いがわかりますそれらのジャンルはテンポが早いことが多く自然に心拍数が上がりワクワク感が生まれますまさに運動中でもプロジェクトに取り組んでいる時でも音楽的なアドレナリンが私を動かし続けてくれるようなものです。 心を落ち着かせる音楽やインストゥルメンタルな音楽を聞いてみたことはありますか集中力やリラックスに役立つと感じる人もいますはい、持っていますインストゥルメンタルトラックやアンビエントトラックに切り替えることがあります特に深く集中したりリラックスしたりする必要があるときですそれは面白い音楽は状況や個人の好みによって 私たちに様々な影響を与える可能性があることを示しています絶対に音楽は私たちの体験を向上させ様々な感情を引き出すことができる強力なツールです私は完全に同意します音の振動のような単純なものが私たちの健康にどれほど大きな影響を与えるかは興味深いことです 本当にそうです。だからこそ音楽は歴史を通じて文化や社会に書くことのできない部分を占めてきたのです幸運なことに世界中の幅広い音楽ジャンルやスタイルにアクセスできます間違いなく。 これにより私たちはさまざまな文化を探求し音楽の視野を広げ個人的に共感できるものを見つけることができます音楽はまさに境界を越えあらゆる分野の人々をつなぐ普遍的な言語です絶対に背景や母国語に関係なく私たちを結びつけ共通の感情を呼び起こす力があります。 音楽がいかに多様な人々の間で一体感と理解を生み出すことができるかは、信じられないほどです。そう、それはギャップを埋め、貴族意識を育むことができる美しい表現形式です。これ以上は同意できませんでした。これからも音楽の力を受け入れ、人生を豊かにしていきましょう。 レッスン13ミュージカルアーティストを探るアンナさんこんにちはブライデンという才能あるミュージシャンについて聞いたことがあります彼のことを聞いたことがありますか新しいアーティストを見つけるには他にどんな選択肢がありますかこんにちはジョンはいブライデンは確かに才能のあるアーティストです 新しいミュージシャンを探求するには他にもたくさんの選択肢があります。Spotify や Apple Music のような音楽ストリーミングプラットフォームを試したことはありますか、はい、い,ますいつも同じアーティストの曲を聴いているような気がします。新しいアーティストを見つけるにはどうすればいいですか スポティファイでは「ディスカバーウィークリー」や「リリースレーダー」などあなたのリスニング習慣に基づいて曲やアーティストをおすすめする厳選されたプレイリストを検索できますそれは面白そうですね新しいサウンドを紹介してくれるパーソナライズされたミュージックガイドを持っているようなものですまさに 音楽の視野を広げ、他の方法では出会いはなかったかもしれないアーティストを発見するのに最適な方法です。あなたがおすすめする新しいミュージシャンを見つけるための他のプラットフォームや方法はありますかもう一つの選択肢は、新進アーティストの紹介に特化した音楽ブログやウェブサイトをフォローすることです。 彼らはしばしばおすすすめやレビューを提供しますそれはいい考えだ有望な新人ミュージシャンのセレクションを専門家に選んでくれると助かります絶対に音楽ブログやウェブサイトは発見されるのを待っている新鮮な才能の宝庫になりえます。 新しいアーティストを推薦するためにフォローしているお気に入りの音楽ブログやウェブサイトはありますかピッチフォークステレオガムバンドキャンプのブラウジングを楽しんでいます幅広いジャンルをカバーしていて定評のあるアーティストと新進気鋭のアーティストの両方が出演していますこれらの推薦す必ずチェックして、 新しいお気に入りがないか確認しますどういたしましてジョンあなたの音楽の好みに共鳴する素晴らしいアーティストを見つけていただければ幸いですストリーミングプラットフォームや音楽ブログ以外に新しいミュージシャンを見つける方法は他にありますか はい、コンサートオープンマイクナイト地元の音楽祭などのライブミュージックイベントに参加することはお住まいの地域の才能あるアーティストを見つける素晴らしい方法ですそれは素晴らしい提案ですライブパフォーマンスは私たちが音楽とより深いレベルでつながることができるユニークで親密な体験を提供することが多いです絶対に ライブで演奏するミュージシャンの生々しい才能と情熱を目の当たりにすることには魔法ののようなものがあります。今後のイベントには必ず目を光らせて地元のアーティストのショーに参加してサポートします素晴らしいジョン。 地元のミュージシャンをサポートすることは、彼らの成長に役立つだけでなく、さまざまなサウンドやスタイルに触れることにもなります。この音楽探求の旅に出て、私を刺激し、魅了する新しいアーティストを発見できることにワクワクしています。それを聞いて嬉しいよ、ジョン。音楽には魂に触れ、人生に喜びをもたらす方法がある。 確かに、アンナ、これからも音楽の美しさを受け入れ、インスピレーションと発見の絶え間ない源としていきましょう。レッスン14宿泊予約のコツアンナさん、こんにちは。宿泊施設の予約に役立つヒントを見つけました。料金以外に考慮すべきことはありますか ジョンさん、こんにちは価格は別として訪問する予定の場所と場所への近さを考慮することが重要ですそれは理にかなっています探検したいアトラクションやエリアに簡単にアクセスできる場所に泊まると便利でしょう絶対に。 また宿泊施設のレビューや評価をチェックして以前のゲストの体験を把握してください良い点ですレビューを読むことでサービスの質清潔さゲストの全体的な満足度についての洞察が得られます考慮すべきもう一つの要素は提供されるアメニティです Wi-Fi 駐車場、ジムなどあなたにとって重要な施設はありますかはいこれらのアメニティは滞在の全体的な快適さと便利さを高めることができます何が入っているか確認しておきますさらにプランが変更された場合に備えてキャンセルポリシーに注意してください 必要に応じて柔軟に対応できるようにしておくと良いでしょう。それは素晴らしいリマインダーです。予約をキャンセルしたり変更したりできないような状況には巻き込まれたくありません。特に旅行中の宿泊施設に関しては準備を整えて選択肢を用意しておくことをお勧めします。 宿泊施設を予約する際に注意すべき安全上の注意点はありますかはい、安全は非常に重要です。防犯カメラ、安全な入り口、24時間対応のフロントデスクなど、セキュリティ対策の行き届いた宿泊施設を探してください。これは間違いなく重要です。特に、馴染みのない場所に旅行する場合はそうです。 検索では安全を優先します。最後に、様々なプラットフォームやウェブサイトで価格やお得な情報を比較して、お金に見合う最高の価値が得られることを確認してください。価格を比較するのは賢明なアプローチのように思えます。決定を下す前に、様々な選択肢を検討することは常に良いことです。絶対に。 快適で楽しい滞在を実現するには宿泊施設の予約を慎重に検討する必要があります。ありがとう、あな、これらのヒントは次の旅行の宿泊施設を予約する際に情報に基づいた決定を下すのに間違いなく役立ちます。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。 すべてのニーズを満たす完璧な宿泊施設を見つけていただければ幸いです。アンナ、あなたの助けに感謝します。これらのヒントを応用して、旅行中にストレスのない体験ができることにワクワクしています。ジョン、きっと素晴らしい旅になるよ。旅を楽しみ、旅の途中で忘れられない思い出を作ってください。 そうするよ。アンナご指導ありがとうございます。ご多幸を祈り申し上げます。思い出に残る冒険に出かけましょう。乾杯、ジョン。安全な旅をして、新しい場所を探索したり、様々な文化を体験したりして、素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、アンナ。それを最大限に活用するよ。次回まで。 レッスン15便利な食べ物の選択アンナさん、こんにちは。カット済みのスライスの方が食べやすいと思います。それを手に入れよう。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイデアです。あらかじめカットしておくと、カットする手間が省け、食事をより便利に楽しむことができます。間違いなく 外出中や準備する時間があまりない場合に特に役立ちます特に忙しい生活では利便性が鍵となりますあらかじめ切ったスライスを用意しておけば手間をかけずに素早く一口食べることができますさらにより安全である可能性もあります特定の食品を切るのは難しく事故のリスクも高まります 絶対に。カット済みのスライスを使うことで、キッチンでの事故や怪我の可能性を最小限に抑えます。カット済みのスライスとして食べるのが理想的だと思うのはどのような種類の食べ物ですかスイカ、パイナップル、マンゴーなどの果物は素晴らしい選択肢です。さっぱりしていて美味しく、カットしなくても楽しめます。 それは確かに爽快に聞こえます。カット済みのフルーツスライスは、手早くヘルシーなスナックにぴったりです。絶対により多くの果物を食事に取り入れ、甘いものへの欲求を満たすのに便利な方法です。果物以外に思い浮かぶ食べ物はありますか人参人参 きュうリ、ピーマンなどの野菜も簡単にスライスできます。サラダに加えたり、カリカリのスナックとしても最適です。カット済みの野菜スライスを食事に含めると、新鮮さと風味が増します。これは双方にメリットがあります。 さらに、カット済みのパンのスライスは、サンドイッチを作ったり、簡単な朝食にトーストしたりするのに便利です。それは本当です。事前にカットされたパンは、急いでいるけれど満足のいく食事をしたいときに、時間と労力を節約できます。別のオプションは、カット済みのチーズスライスです。 サンドイッチにしたり、ハンバーガーやピザのトッピングにしたりするのに最適です。カット済みのチーズスライスは、料理にクリーミーで美味しい要素を加えます。間違いなく便利なチョイスです。絶対に、ジョン。便利だからといって、味や品質に妥協するわけではありません。 カット済みのスライスは、やはり美味しくて楽しいものです。アンナ、これ以上同意できない。カット済みスライスの便利さを生かして、食事をもっと簡単で楽しいものにしましょう。間違いない、ジョン。おいしい食事の楽しみを犠牲にすることなく、生活を簡素化する方法を見つけることがすべてです。 これについて私と話し合ってくれてありがとう。アンナ、カット済みのスライスをもっと食事に取り入れることを楽しみにしています。どういたしまして、ジョンこの話題についてあなたと話し合うことができて光栄でした。便利で美味しい食事を楽しんでください。そうするよ、アンナ次の話し合いまで、気をつけて素敵な一日を過ごしてください。 レッスン16「空港でのナビゲーション」アンナさんこんにちは空港に着いたら手荷物受け取り所に向かいますここで荷物を引き取ることができます「こんにちはジョンその通りです」「セキュリティチェックを通過したらまっすぐ歩く必要があります」「手荷物受け取り所は左側にあります」 わかった。保安検査を通過したら、そのまま直進して左側の手荷物受け取り所を探してください。まさに、道順がわからない場合は、標識に従うか空港のスタッフに尋ねることが不可欠です。それは良い点です。空港はかなり大きくてわかりにくいので、 必要ならいつでも助けてもらうと助かります。絶対に。空港内をナビゲートし、スムーズな旅行体験をお約束します。手荷物受け取り所に着いたら、ディスプレイ画面でフライトナンバーを確認する必要があります。これにより、手荷物がどのカルーセルに乗るかがわかります。 正しいディスプレイ画面にはフライトナンバーと対応するカルーセルが表示されますフライト番号を見つけて割り当てられたカルーセルに移動するだけです正しいカルーセルを特定したら、荷物が到着するまでそこで待つことができます自分の持ち物に目を光らせておくことは重要です はい、警戒を怠らず、バッグに注意することが重要です。他の誰かに誤って持って行ってほしくありません。絶対に、荷物を受け取ったら、出口に進んで旅を続けることができます。 手荷物受け取り所を出る前に持ち物をもう一度確認して忘れ物がないことを確認することをおすすめしますそれは賢い習慣を身につけることです。ダブルチェックをすることで大切なものを紛失したり忘れたりする不便さから解放されます間違いなく後悔するよりは安全である方がいい。 少し時間をっって、ててすべが整っていることを確認しておくと安心できますこれらのヒントを共有してくれてありがとうアンナ空港内をナビゲートするのは大変ですがこれらのガイドラインに従えばより管理しやすくなりますどういたしましてジョン手伝えてよかった。 空港には明確な標識があり、途中で助けてくれる親切なスタッフがいることを忘れないでください。アンナ、あなたの指導に感謝します。空港のインフラと人員に頼ることができると知って安心しています。確かに、ジョン。 空港のレイアウトをよく理解し指示に従うことで空港内を簡単にナビゲートできます絶対に準備と情報を得て次の空港での体験をスムーズでストレスのないものにしましょう計画みたいだねジョン安全な旅をして旅を楽しんでください。 ありがとう、アナ。あなたにも同じことを望みます。次の会話まで気をつけて。第17回、英語試験の振り返りこんにちは、アンナ。英語の試験を受けましたか今期は一生懸命勉強しなかったよねこんにちは、ジョン。はい。 英語の試験を受けました。いや、今期は本当に一生懸命勉強したよ。ああ、本当にそうではないと仮定してすみません。試験はどうだったはい、大丈夫です。試験はうまくいった。私は熱心に勉強し、そのための準備ができていると感じました。 それは嬉しいですね。私たちは時々、自分の努力を過小評価することがあります。準備が整っていて良かったです。ありがとう。ジョン外見だけで判断しないことが大切です。英語の試験も受けましたかはい、やりました。しかし、 今期は本来あるべきほど努力しなかったことを認めざるを得ないそれは時々起こります改善し間違いから学ぶのに遅すぎることはありません今後どのような計画を立てていますかそうだねアンナ私はもっと積極的で献身的になる必要がある来学期はもっと頑張ってそれを埋め合わせるつもりです それはポジティブな考え方だね。ジョン目標を設定し、それを達成しようと努力することは、より良い結果につながります。絶対に、言語を習得するには、絶え間ない努力と練習の重要性を実感しました。言語学習では一貫性が重要です。 日々の小さな努力でも、時間が経つにつれて大きな違いが生まれます。はい、教訓を学びました。勉強を軽視すべきではなく、語学学習の旅を優先すべきだと思います。新たに始めるのに遅すぎることはありません。決意と忍耐力があれば、目覚ましい進歩を遂げることができます。 アンナ励ましてくれてありがとうあなたのサポートとアドバイスに感謝しますどういたしましてジョン学習は継続的なプロセスであり挫折は成長の機会であることを忘れないでくださいそのことを心に留めておくよアナコの会話に感謝していますそれは私がもっと一生懸命働き 改善に努めるように動機づけてくれました助けられて嬉しいよジョンあなたには素晴らしいことを成し遂げる可能性があることを忘れないでください前に進み続けてくださいありがとうあなあなたの言葉は私にとってとても意味があります来学期に全力を尽くし語学研究で引いでていこうではありませんか 絶対にジョンお互いを支え合い語学力を新たな高みに到達しましょう皆さんのご多幸をお祈りしますありがとうアナ同様に語学学習の旅の成功と進歩をお祈りします次のチャットまでレッスン18スポーツアクティビティを探る こんにちは、アンナ、ジムでバスケットボールのクラスを試しましたかアクティブで楽しく過ごせる素晴らしい方法だと聞きました。こんにちは、ジョン、はい、バスケットボールのクラスを試してみました。これは素晴らしいワークアウトで、コーディネーションを改善する楽しい方法です。ワクワクしそうですね。ずっとバスケットボールを習いたいと思っていた。 初心者には向いていますか絶対に。バスケットボールクラスはすべてのスキルレベルに対応しています。彼らは基礎を教え、徐々に強度を高めます。それは知っておくと良いことです。絶対にセッションに申し込んでやってみるよ。 素晴らしいチームスポーツなので、他の人と交流したりコラボレーションしたりする機会もあります。それはおまけです。体調を整えながら新しい人と出会い、チームワークを育むことは、双方にメリットのある状況のように思えます。確かに。 チームスポーツに参加することでコミュニケーション能力が高まり仲間意識が高まりますそれがいかに有益であるかがわかります運動だけじゃなくて人間関係を築くことでもあるまさにスポーツには人々を結びつけ永続的なつながりを築く方法があります。 バスケットボール以外に、おすすめのスポーツやアクティビティはありますか間違いなく、水泳教室を見てみることをおすすめします。水泳は体全体に効く低負荷の運動です。水泳は爽快に聞こえます。夏のマス澄み、アクティブな状態を保つのに最適な方法です。 絶対に。リフレッシュするだけでなく心臓血管のフィットネスと筋力を向上させる完全なトレーニングにもなります水泳教室に参加することを絶対に検討します。多用途で効果的な運動のようだ。 素晴らしい決断だね。ジョン水中で楽しみながら泳ぐことの利点を享受できるでしょう。アンナ、提案ありがとうございます。様々なスポーツ活動についてのご意見に感謝します。 どういたしまして、ジョンアクティブな状態を保ち、健康的なライフスタイルを送るための新しい方法を模索するのは、いつもワクワクするものです。これ以上は同意できませんでした。多様性は物事を面白く保ち、運動が単調になるのを防ぐ。絶対に。 フィットネスを生活の中で持続可能なものにするには本当に楽しめるアクティビティを見つけることが不可欠です賢い言葉「アナ」いろんなスポーツやアクティビティを探求するときはそのことを忘れないようにするつもりです「素晴らしいよ」ジョン・タイの声に耳を傾け楽しんで取り組むことを忘れないでね。 そうするよ、アンナ励ましとアドバイスをありがとう。二人ともフィットネスの旅を続けて、お互いに刺激を与え合いましょう。絶対に、ジョン。力を合わせれば、フィットネスの目標を達成し、より健康的な生活を送ることができます。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。ありがとう、アナ。あなたにも幸運を祈ります。 次の会話まで気をつけて。